勇ましい来年の干支の虎と、風情ある起き上がりこぼし。会津若松市の関漆器店では、漆器の技法の一つ蒔絵を使った年賀状作りが今最盛期を迎えています。蒔絵の年賀状は20年ほど前から作られていて、1枚が完成するまでに1週間ほどかかり、値段は1枚あたり660円から990円です。塗料で模様をつけたり、金粉や銀粉をつけたりして丁寧に作られていました。みんないただかなかった飾っておかないんですよね。1年間飾っておかないんですよ。これを見て新しい年頑張っていただきたいと思います。蒔絵の年賀状作りは来月中旬まで続きます。